さあ化け物、屍を晒して俺がより強くなるため、より高くいくための踏台となる。世の中にはいるんだよ、想像も及ばない力を持つ人が。あんたも凡人なんだな。どうやら僕でも倒せそうだ。よし、じゃあ力を貸してくれみんな。はい、食らい尽くせメテオドラグラ。あの目閉じてくれるとありがたいんだけど。こんなところじゃ拉致が開かない。ひとまず予約した店まで案内してくれ。あんたなんかお呼びじゃないわよ。はいはい、行くぞ。5人で花火見るんだろ。我ら2人は弱者として生き、弱者らしく戦い、そして弱者らしく強者をほふることをここに宣言する。かつてそうだったように、これからもそうであるように認めよう。我ら最弱の種族、何も持って生まれぬゆえに何者にもなれる最弱の種族であることを。6つ、常規に違反する一切は敗北とする。心はこれらに違反した勝利に価値を感じないから。以上、やりたいようにやる。なんかいくら食べたくなってきたな。は？何よ急に。ほら、なんか似てるじゃん、星空とイクラ。どっちもキラキラしてるし。似ても似つかないわよ。まったく、君には風流をめでる気持ちというものがないのかしら。いや、いい星空だとも思ってるってのは、鮭の皮かじってるから連想しまったのかね。そう、あの時も確かこんな風によく晴れた日だった。おい、大変だベル。山でモンスターにやられ、あっけなくおじいちゃんは死んだ。探しにも行けない深い谷に落ちていったらしい。この世界に来てからずっと疑問に思っていたことがあった。あいつは今どこで俺たちを観察し世界を調整してるんだろうってな。でも俺は単純な心理を忘れていたよ。どんな子供でも知ってることさ。他人のやってる RPG を傍らから眺めるほどつまらないことはない。そうだろ、茅場明彦。